名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。10回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。遠藤が5番手としてマウンドに上がります。打席には5番バッター高橋。今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ドラゴンズ1点ビハインドでの攻撃です。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは6番阿部。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。打ちました。ショートが取る。一塁送球します。ツーアウトになりました。打席には7番バッター藤井。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。まだ1点差、野球は何があるか分かりません。まあそうですね、最後きっちり締めてもらえる。バッター、高い打球ライトへ、ここはフライになっています。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。いい試合ではありましたけれど、もう一息でした。今日はしっかり切り替えて次のゲームに臨んでもらいたいと思います。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。